スクールガールゾンビハンター3回目になります。引き続きストーリーを進めていきましょう。この辺のね、ミニゲーム風ミッションは前回あ全部成績いいね。改めて見ると SS と SS やるやん。もちろんみんなどんどん下着の着用時間が増えているいいよ、どん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 染み込ませていこう。それではミッション2マヤヤの策略いきましょう。特殊部隊 ZPF いやいつもクソいらねえものばっかり届けてくるZPF のアンナとの通信が成功し、救援物資が皇帝に届けられた。単独で取りに行ったマヤヤには何か思惑があるようだ。なるほど、マヤヤメインだから、マヤヤは今サブマシンガンウィジャー、でもまあこのままでいいかな。ウィジャー、おりゃあ、いや、まだバットしかないか。前回リサちゃんと霊王嬢様がちょっと強めの近接攻撃をゲットできたっていうのがありましたけど、よし、じゃあ行くか。はい、2-1マヤの策略スタート。なんでマヤヤメインなのかな。この子の特徴がゾンビハンター、なんだっけ、なんか探索できる、見つけやすくなるみたいなやつだったっけ。何の音、こちら、なんかみんな服着てる方が今違和感あるなこちら下着の方が良かったかな。たった今ドローンで救援物資を送りました。到着しているはずです。じゃあ今の音が、やったー、じゃあマヤヤがひとっ走り回収に行ってきますで一人で行くんだよ。待て、頑張って生き延びて。救援物資ね、何か美味しいものでも入っていればいいですDVD とか入ってたぞ前回。私も行ってきます。え、危ないよサユリ、校庭にはゾンビが。いや、マヤヤ飛び出してんだぞ。でもマヤヤちゃんを一人で行かせられないでしょ。アキア頼んだ。はい、おめえも来いよ。てかみんな一緒に来てよ。ゾンビなんか蹴散らして荷物すぐに持ってくるから。じゃあ行ってきます。アキア、え、何ですか。エナミさん、姫路には気をつけろ。お、え、それってどういう、なんだ今の意味深のやつ。さゆりちゃんがじゃあ一応パートナーで二人で行けるのか。あ、来た来た。さゆり、なんで来るの。なんでって、一人じゃ危ないし、それにあんな大きなコンテナの荷物一人じゃ運べないでしょ。でも中身写真とかだ、知ったしな写真とか DVD とか送ってくるやつらだからね。じゃあ二人で協力してまずはゾンビを片付けよう。ちマヤヤの計画が、計画なんだ、なんか企んでんのか。マヤヤ、雑魚ばっかり飽きた。ちょっと待て、なんかでもね、ああ待って待って、なんかいる。あれかな、またあの鳥、鳥撃つとポイント、あーいけんな、あ発見しちゃったよ。これちょい難しいな。私たちは負けない。あ、しゃがめばいいか。しゃがむ。ちょっと待って、これあ当たん。え？ああこのぐらいの位置で。やべ、こんなとこで時間使ってらんない。今のおっしゃ。激レアゾンゾンだよね。激レアゾンゾン、玉切れには気をつけないと。激レアゾンゾン、ちょっと時間かかっちゃった。
でも激レアゾンゾンを撃っていくっていう話じゃないよね。うーん、あ、でも待って、こっちにもいそうだな。ちょっとこれは探索意欲を刺激される。え、でもいけねえな。ごめん、こっちじゃなかった。よいしょ。あ、疲れちゃった。ちょっと疲れちゃった。バイバイ。あの緑のなんだ。おー、多いね。まだまだ行くよ。バイバイ。これグレネードでも一発ぶっ放したいな。集中集中。あれだ。あ、わかった。ゾンゾンたちにプレゼントだよ。プレゼントだよーからの、おら死ね。いや、もう幸せな人生だっただろう。JK、現役 JK のさ、制服嗅ぎながら死ねるっていう。おー、すんげー来るね。そうか、まだまだ全然。全然来る。この走ってくんのが厄介よね。なんか爆発してんだよな。緑のやつか。まだまだ行くよ。こいつ、あ、緑のやつを撃つと爆発する。爆発ゾンビ。それそれ、突撃。そんなんがいいの。あー、爆発ゾンビだ。マヤヤとまだまだ行くよ。ちょ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 。あ、もう、あ、逆逆逆。いてててて。さゆりちゃん、さゆりちゃん撃って。あと10体だよ。あと10体、わかった。まだまだ行くよ。ちょっと待ってね。わかった、さゆりちゃん頼んだからのこうよ。んー、ちょっと場所微妙だったかな。これでよ。こっちに来てさえくれれば。まだまだ行くよ。もう脱ぐものがない。こいつも爆発させればいいのか。頭を。コインは打てないのかな。快感。まだまだ行くよ。快感。なんだっけそれ、昔のドラマだよねそれ。快感。おお、こいつ近くで撃つと危ないな。にしても勝てえぜ。あ、いいね、爆発巻き込んだのかな今。いまいちヘッショができないんだよね。あ、終わっちゃった。ちょっと待ってね、もういろいろなんかあれなんだよな。鳥激レアゾンゾンがまだマークが出てたんだよな。じゃあ早速中を。下着2人で入ってる、ね、食料と武器と弾と、あ、着替えもある。しょうがないか。で、どうやって持って帰る？コンテナごとはどう見ても無理だよね。なんとか下駄箱のとこまで押していけないかな。はっ、うん、かわいいな。はあ、やっぱり無理か。ちょっと面倒だけど、何回かに分けて中身を持っていくしかないね。ゾンゾンがまた来る前に終わらせちゃおう。じゃあマヤヤが食料を持つから、サユリンは武器の方をお願い。わかった。はあ、重い。小分けにしてもこれだけ重いんじゃ、いつまで経っても運び終わらないよ。
やっぱり誰かに来てもらおうか。最初から5人で来い、ね、もややちゃん、あれもややちゃん、もややちゃん、まさかゾンビにさらわれたんじゃ。マヤヤちゃん、どこ行ったんだろう。え、何、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。今、姫路は何か企んでいる。あいつはそういうやつだ。どういうことなんだよ。まさか、エナミさんが言ったみたいに。え、何してんの。終わっちゃったよ。ちょっと待って、これ前や黒幕説出てきたよ。お前何企んでんだ。マヤヤ、ほら。イエーイ、新しい武器だ。武器、ちょっと武器もいいんだけど、ちょっと激レアゾンゾンをやりに行きたいな。というか、これもう他のキャラでもできるようになるんだ、クリアすると。なるほどな。つっても激レアゾンゾン探せるのマヤヤしかいないから、マヤヤにスナイパー、あ、間違えた、マヤヤにスナイパー持たして激レアゾンゾン撃ちに行くっていうのはどうかな。ちょっと見つけちゃったからにはやってみたい。また今回も時間が長くなりそうだな。スナイパー、何がいいかな。エイムアシスト、これにしよっか。一生ゾンゾンたちも、普通のゾンゾンたちも倒さないとクリアしたことにはならないだろうし。よし、じゃあちょっと改めてもう一回。はい、ムービーは、スクールガールゾンビハンター、ムービーは飛ばしちゃうけど、雑魚ばっかり飽きた。どこにいんだろう、こっち。そういえばさゆり来てくれてんの。あ、さゆりちゃん来てくれてる。あー、いた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 。激レアゾンゾンだよね。え、リサの髪型金、出た出た、ほらやっぱ来てよかった。こういうのあるんだ、激レアゾンゾン髪型。今の激レアゾンゾンだよね。激レアゾンゾン髪型ゲット。でもリサちゃんはさ、あの赤髪が良くない。金にしちゃうとギャルになっちゃうよ。まあそれはそれで好きだけどね。髪型は着用時間ある。着用時間の概念がもう分かんないけど。なるほどな。激レアゾ、あ、いたいた。ヘッシャッ、リサの下着赤。ちょっと何、リサちゃん強化がめっちゃあるじゃん。これこっちからいけそうだな。あと60、50。うん、ここ通れないか。いやいやいや、いける。ん、どこにいるんだ激レアゾンゾン。ん、どこだ。ああ、間違えた。今の激レアゾンゾンだよね。激レアゾンゾン、よし、だいぶ遠回りしてしまったが、一番最初に取ったあれも改めて撃ちに行かないとダメなのかな。あとマークが出てるのはコンテナだから、メインクエストの部分だけだと思うんすよ。多分激レアゾンゾンはこれで全員やった。ああ、じゃあちょっと待ってね。トラップワイヤーを、はい、ゾンゾンたちにプレゼント。コイのベネット。来い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 。あー、あと緑爆発させたらいいね。
これでよし。あ、ここスナイパーで挑むべき場所だったかな。またゾンゾンだ。ゾンゾン。あ、いやちょっと待ってよ、なんか出てんの。あれ、これなんだ。あれ、これ、あ、なにこれ、特殊看護服。おーいおいおい、か、ナース、ナース衣装、まさかの。マジ、看護、看護服。あ、やべやべやべ、爆発する。へー、ちょっと待ってね、こっちにね、いっぱいアイテム落ちてんすよ。マヤヤのもーらい、もーらい、もーらい。こいつごめん、さゆりちゃん撃っちゃった今。これマヤヤの、またゾンゾンだ。ゾンゾン、ちょっと緑、緑を積極的に撃っていこうね。よーちょちょ、なんだお前。よしよし、これで50体だよ。あ、分かった、じゃあさゆり、ルグンだ、そこに。うら、ごめん、さゆりちゃん、さゆりちゃん大丈夫、さゆりちゃんがグレネードに巻き込まれた。ちくしょう、ゾンゾン立ち目。いや今のは俺のせいだよ。危ねえ、ここ危ねえ。あー、さゆりちゃん大丈夫、さゆりちゃん、さゆりちゃん死んじゃいそうだな。仲間キャラが死んだらどうなるのかが、でもちょっと未だにまだいまいち分かってない。 AED を使って蘇生させることができると思うんだけど、あとさゆりちゃんの能力でなんかあるよね。緑を撃っていく。あ、爆発すんな。よし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 、あとがですね。よし、オッケー。あー、なんかめっちゃいろいろゲットできた、よかった。看護服気になるな。ちょっとここ飛ばします。あ、激レアゾンゾンのマークが全部ゲットしたことになってますね。特殊看護服、桃、特殊看護服、ナース衣装ってことだと思うんだけど、ちょっと見てみようか。これ制服は着用時間ないから着替えても大丈夫だよね。あ、いいじゃん。お店じゃん、もうこういうお店。前や看護服着てみる。あとなんだっけ、リサちゃん、リサちゃん、あ、さゆりか。あれ、さゆりの髪型金、あれ、さゆりの髪型金、いつの間にゲットしてた。ああ、いやでもなぁ、さあ髪型まで変えちゃうとさ、ちょっとあまりにもキャラクターが変わりすぎちゃう。あ、なるほど、金青になるんだ、いいね。いやでもやっぱね、かごめん、髪型変えちゃうとキャラクターが変わりすぎちゃって、ちょっと違うかな。うん、やっぱりリサちゃんはね、茶髪に赤がいいと思うな。ちょっとみんなこれにしてみようか。あ、いいね。あー、似合う似合う、いいんじゃないですか。まあ服着ててもどうせ脱ぐからさ。あー、でこのさゆりの下着、リサの下着とかゲットしてるけど着替えられないんだよ。着替えるとだってリセットされちゃうから、いつまで着ていればいいんだ。今一番長いのは、あ、マヤヤになったか、一番長いの27分。何があるんだ一体。着用していきましょう。さあ、エチエチナースさんたち、ん ?2-2、やっぱり変なやつ。マヤヤは救援物資の食料を独り占めするつもりだった。あら、そういうこと。黒幕でも何でもない、ただ食いしん坊なだけかよ。しかし心配して追いかけてきたサユリに計画がバレてしまう。なんだそりゃ。サユリか、じゃあここは。サユリはじゃあボナパルタ、うん、でいくか。はい、じゃあ進めていこう。
ただ食べたいだけだった。はい、さてナース衣装になんとなくしてみたものの、スクールガールじゃないよ、もうナースガールになっちゃったよ。これで食べ物はマヤヤのもの。いいね、ここに隠しといて後でこっそりと。うひひひひひ。あとはゾンビに襲われたふりをしてみんなのところに帰れば。見つけた、マヤヤちゃん。ちょ、サユリン、なんでここに。怖えな、サユリン。校庭に足跡ついてたよ。しまった、足跡まで気が回らなかったわ。マヤヤちゃん、食料独り占めしようとしてたの。思った以上にどうしようもねえ理由だったな。なんで、なんでそんなことするの。今はみんなで助け合わなきゃ。別にいいじゃん、だってマヤヤ生き残りたいもん。生き残りたいのはみんな一緒だよ。だから分け合って助け合って、分け合って助け合って、それで他人が助かってもさ、自分が死んじゃったら何もならなくない。マヤヤちゃん、闇マヤヤ出てきてんね。サユリンだってさ、一番大事なのは自分が生き残ることでしょ。それは私だってもちろん生き残りたいよ。でもさ、みんなにも同じくらい生き残ってもらいたいよ。なんで。当たり前でしょ、仲間なんだから。仲間、マヤヤそんなのになった覚えはないけど。この子、もうどう思われてても私にとってマヤヤちゃんは仲間なの。何それ、勝手に決めないでよ、わけわかんない。あ、来た来た。しまった、また集まってきちゃった。もうこれはマヤヤのもんだからね、誰にもあげないから。いやー、緊張感ゼロ。いや、いいところ、それが。あ、緑を打とう、緑を。決勝狙いたいぜ。これでよし。ちょっと。バイバイ。なんだなんだなんだ。ぶん投げる。前は爆発すんぞ。おお、多いね多いね。緑を。よしよしよし。これでよし。どいたどいた。これ。ああ。今の100点満点。はあ、やったー、ゲット。よし、グレーネード。あー、お前ら出たな。分かった分かった分かった、やろう。トラップワイヤーからの太陽。あれ、前も脱いじゃった。いや、でもまあまあまあ、あ、というかこのミッションはあれか、制限時間まで生き残ればそれだけでいいのか。これでよし。あ、いいねいいね、みんな。これでよし。これ自分で踏まないように。うわ、こいつ、あいつやだな。よしよしよし。マヤ、背中は任した。これでよし。マヤ任したぞ、そっちは。当たんね。これでよし。まだまだ行くよ。くそ、ウィンは打てないのかな。これでよし。おい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 、ちょっと待って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 、あと1分。今の100点待って、いいもの。こっちで戦った方がいいか、こっち背中だからな。もう乗れない乗れない。マヤヤ、こっちだ。マヤヤ、マヤヤ。マヤヤ、こっち、こっちで戦おう。これでよし、当たって、ガンガン行くよ。あ
ない。30秒、あと30秒生き残る。マヤヤ、マヤヤ大丈夫？マヤヤ死んでねえか？あれ、さゆり、ま、助けて。マヤヤ、マヤヤ、ほらお前食い物、食い物の話ばっかりしてっからお前が死んでる。今手当てするからね。三角、三角、ちょ待って待って待って、あ、やばいやばいやばいかも、やばいかも、ちょっと、あ、できた。待って、マヤヤ死んでるよ、マヤヤ、いいの？自分だけ生き残った。何この皮肉な話。あ、生きてる、生きてる。マヤヤ、ほらほら見たことか、ああいうこと言ってるやつが真っ先に死ぬんだぞ。マヤヤ、ね、マヤヤちゃんどうしたの？さっき体ひねった時、足くじいちゃったみたい。もうゾンビたちに囲まれてたもんな。ちょっと見せて。ぶっかけ AV みたいになっちゃった。ゾンビたちに囲まれて、裸の JK が。ダメ、いいから見せなさい。あ、ここで看護服着とけばよかったね。これでよし。どう？歩ける？うん、なんとか。歩けそう。これで治療をしてあげたことで絆が芽生える的な。 ありがとう。どういたしまして。ねえ、さゆりんって変なの。お前が言うな。何が？だってさ、人のこと助けて何の得があるの？得とか損とかそういう理屈なんかないよ。困った時は助け合うのが当たり前でしょ。よくわかんない。非常に主人公らしいぜ。さて、じゃあこの食料運んじゃうね。うん、うわ結構重い。こんなのよく一人で運べたね。マヤヤちゃん見た目より力あるんだな。サユリンってやっぱり変なやつ。だからお前が言うな。でも、お、出れたか。あー、これ今の SSS なんだ。あー、これでマヤヤがちょっと出れてくれる。新しい武器発見。武器すっげー数だな。わかんないよ、こんなに武器増えても。ちょっとあとやっぱ制服姿に戻しましょう。看護服だとね、まあビジュアルは面白いんだけど、ちょっと話が入ってこない。冬服黒。こういうのはね、衣装替えはやっぱ2週目とかで遊ぶべきだよね。最初は普通に。スクールガールゾンビハンターだもん。スクールガールでいないでどうすんの。で、まあいろいろゲットしたわけですが、わからんよな。あ、貫通弾って何？あ、貫通いいね。へー、貫通する。だからいっぱいいたら貫通弾使ったら後ろの奴らにも当たるっていうことだもんね。ちょっと霊王嬢様これにしよう。あ、貫通弾だ。貫通弾いいよ、ネルソン。あ、貫通弾だ。へー、みんな貫通にしてみる。あ、待て待て、マヤヤが砂、あ、マヤヤスナイパーライフルのままだったのか。もしかしてだからあんま動けなかった。マヤヤアサルトライフルでいいよ。はい、でスナイパーライフルエナミをこれにしよう、貫通。よし、みんな貫通させていくよ。 OK。 そしたら2の3、不気味な声。またマヤヤかよ。さゆりの優しさに心を動かされたマヤヤ、戸惑いながらも二人で拠点に戻ると不気味な叫び声が廊下に響き渡った。マヤヤ界なのかこのチャプター2は。スクールガールゾンビハンター、ゾンビハンター。あと BGM かっこいいね、いちいち。お姉ちゃんバラの時からそうだけど、ほんと BGM がいい。救援物資はちゃんと持ってこられたか。いろいろあったけどな。まあね。さゆり大丈夫だった？怪我してない？うん、平気だよ。大丈夫大丈夫。アキア、
姫路は。いいえ、マヤヤちゃん、ちゃんと物資を運んでくれましたよ。あいつただ食いたいだけだぞ。ならいいんだが。お。何？なんだ？行ったみたいですわね。来ないのかよ。何何？なんか今までのゾンビとは違う声だったみたい。新種か。私ちょっと様子を見てくる。あ、ちょっとさゆり。なんでみんな。ちょっとお前ら一緒に行動しろよ。姫路、偵察なんて面白いものでもないでしょうに。物好きですこと。でもこれもやっぱ B 級ホラーの定番だよね。なんで一人で行くんだよっていう。これはね、 B 級ホラーに必ずあるものなんだから、あるものだから。ここに入ったんだ。これで正解っちゃ正解なんだよね。一人で行く。図書室に用事とかなんだろうね。まさか勉強？お、なんだこいつ、首輪つけてる。変態だ変態。何あいつ、四つん這いじゃなくて上半身が二つあるの。上半身が二つ。人間の上半身を切り離して二人分をつなげた。気持ち悪い。そんな感じかな。何このクリーチャー。ショック悪い。どこのホラー映画。やば、こっちに来る。気持ち悪い。このデザインすごいね。きしょい。しかないね。もうしょうがない。いくよ。こいつらなんだ、頭2つあるけど。ばっかり飽きた。へっしょっつっても、それそれ、気持ち悪い。下に落ちてったよあいつ。あ、でもあんま強くねえな。キモかわいいの来た。キモかわいいっつっちゃって。キショイっつってたよ。打てないのかな。まだまだ行くよ。ホームラン。危ない危ない危ない。どっかにこれトラップ、これでこのワイヤーとかを一発で出せるようにしたいな。ここで脱ぐ。結構恥ずかしいんだけどな。あ、出てて。ここそこ通れ、ここ通れ。さゆり、さゆりも。こっちだよ。キモかわいいの来た。おお、すんげえ、ほらすんげえ来てる、すんげえ来てる。もう拾った。あ、ハンドグレネードを拾った。あれ、あれ後ろから来てる。ちょっと多いな。こりゃ。ハンドグレネードね。ちょっと待って。いや、一発投げちまえ。さゆり。すまない。すまない。ここ暗いな、ちょっと。行くよ。拾った。ハンドグレネードだ。投げしまえ。おい、ほら、マヤヤと遊びたいの。これもハンドグレネード。あ、いいね、めっちゃハンドグレネード落としてくれる。おい、よし、さゆりグレネード行くよ。あ、さゆりちゃん死んだ。というか殺しちゃった。分かった分かった。 AED AED 初めて使ってみる。ちょ待って待って待って、ちょ待って、ちょ引っかかってる引っかかってる。ちょ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 、さゆりどこ行った。さゆり、さゆりどこ行った。さゆりの死体、さゆり、ちょちょ、あっあっ、いたちょ待てよ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 。痛かったらごめん。どう復活。なるほど、こうやんのか。初めて AED 使ったよ。まだまだ行くよ。キモかわいいの来た。くそ、ここのステージ厄介だな。待って、グレネードある、グレネード。さゆり、グレネ、あれ、あ、間違えた間違えた間違えた。さゆり、あー、自分も。ちょっと
やばいかもしんないこれは。これあーダメだ、やばいやつだな。ちょっと待って、これは普通に難しいぞ。武器変えるか、どうしよっかな、何がいいかな。やっぱショットガンかな、吹き飛ばせそうだもんな一発で。貫通弾、ちょっとレイお嬢さんもつけているこれを装備して、で左右、いや左右はこのままでもいいよな。ちょっとこれで改めて行ってみましょう。あとどっかで本当いいタイミングであれだな、スクールガールトラップ、トラップとグレネードだな。雑魚ばっかり飽きた。あ、いいね、またゾンさんだ。弾が少ない、まだまだ行くよ。下手にグレネード投げない方がいい、もしかして。これでよしと、まだまだ行くよ。ういトン、おう、あ、これグレネードでしょ。えなみちゃん、こっちで戦った方がいいよ。えなみちゃん、えなみちゃんじゃねえや、誰だっけ、さゆりちゃん。さ、誰だっけじゃないよ。よし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 、またゾンゾンだ。ゾンゾン湧いてくんね。よいしょ、当たって。よしよし、すごい数が来るんだよな。これで予算、間違えた。こっち来る。これでよし。あ、なかった。まだまだ行くよ。トン、いるね。まだまだ行くよ。おい、スマホがあったらな。スマホがあったらな。うわうわ、いっぱい来てんね、いっぱい来てんね。うわうわうわ、ちょい。どうやらいいことになってる。一発ぶん投げる。スマホがあったわな。この速いやつらが。左右大丈夫？左右。ちょ、わかった。抜いたけどあんま意味ない。意味ないかな。ここ。よっしゃ。左右も脱ごう。で、左右投げるよ。左右。マジか。もうね、グレネード投げると仲間が死ぬね。ちょっと待って。左右。オペルよ。オペルっていいね。あ、倒した。ああ、よかった。最後に AED も使えた。オペルよ。オペルっていう言い方すんだ。すごいね、昨今の JK は。AED 使うことオペル。これで全部倒して。いや、これ難しかった。うわー、きそかった。今までで一番難しかったよ。ゾンゾンだったら可愛かったのに。後ろしまった。いった。あら、やば、おりゃいいね。見たか、桐作高校ソフトボール部4番の。ソフトボール部。あ、だからバット振るんだ。ありがとう。そういうことだったんだ。
別に俺なんていいよ。だってほらこういう時は助け合いなんでしょ。てれてれ、まややちゃんちょろいぜこいつ。あれこいつなんか持ってるメモ書き。うん、うわーなんかすごい綺麗な字。まさかこのゾンゾンが書いたんじゃないよね。え、これって外に繋がる通路？地図？おー、SS。いやー難しかった。イエーイ！イエーイ！新しい武器だ！武器増えすぎだよ。なるほど。次は、あー、リサちゃんなんだ。2-4、罠？外に繋がる通路が記されたメモを拾ったさゆりとまやや、罠の可能性を疑うえなみだったが、レイの提案でその通路を探すことに。リサちゃんか。リサ貫通弾、貫通弾で行くか。あ、そうだ、真剣になったんだよね。なぎなたの威力がちょっと上がったと思う。よし、まあ制服姿のままでこれで行きましょう。はい、にしてもあの両方上半身のクリーチャーのビジュアルはすごかったな。1号館の地下に外へつながる通路あり、ほう、厳しく守備せよか。このメモを、その気持ち悪いゾンビが。そう、本当にもうね、すっごいきついゾンビだったんだから。これってゾンビたちに対する指示書みたいですよね。意外とゾンビというのは組織的に行動しているらしいな。ああ、一番最初のあのパーカーのやつじゃないの。ゾンビのくせに生意気だ。パーカーのやつが絶対リーダーみたいな存在が。リーダーだ、リーダーのやつだ。リーダー、あ、同じ階層。そうそう、こいつこいつ、パーカー、パーカーじゃない、フードかぶったやつ。外へつながる通路。そのようなものがあるのならば、私ぜひ探索に行くべきと思いますの。いかがかしら。もし罠だったらどうする。自分から敵の支柱に飛び込むのか。もうそんな、私はこんなところでじっとして救援を待つだけよりも、自らの道は自ら切り開きましょうと申しておりますのよ。さすがレイ様。それとも上条先輩は臆病風にでも疲れたのかしら。お前ら喧嘩すんなよ。ちょっとレイちゃんやめなよ。いいだろう、私も行こう。ほう、本当に外に出られるならばそれに越したことはないからな。あの、私も行きます。全員で行けや。だったら私も。いや、アキハをここにいてくれ。そして少しでも疲れを取るんだ。はい、まあ、さっきオペったばっかりだしな。はい、じゃマヤヤも休んでるね。イメージは好きにしろ。リサ、何サユリ、本当に大丈夫？怖くない？うん、平気だよ。その通路っていうのにその興味あるし。よし、頼むぞ久保田。上条さんかっこいい。パーティーは私たち3人ですわね。うまい具合に見せ場を作るね、分担して。気をつけて、無茶はしないでね。うん、では行くぞ。そうか、3人だったらさっきよりはちょっと気持ち楽。おい急貫通弾の威力はどう？もらってもいいのかな。うわあ、待って待って待って、卵、
こっちでいいんかい？うえへい。ちょ、あー食らっちゃったよ。離れたと思ったけど。とりあえず拾っておくね。うわー、はい。リロード。これ貫通弾どうなのかな。とりあえず拾って。スクール水着出た。拾っちゃった。スクール水着マヤヤの察知能力なしで拾っちゃったよ。スクール待て、スクミズか。着せてえな。うわーもうこの犬がいっぱい来る。犬ではないか。あーもうこれでよし。レスはリロード。ちょっとこの銃微妙じゃない。なんかリロード。おい、トイレから出てきたよ。ちょっとさ、なんかありそう。なんだお前、女子トイレで倒れ込む変態野郎が。こらリロード。じゃあ普通に何もない。うわーお、これもらうね。あ、いいね、回復ありがたい。うわー、ちょリロード。こっちじゃないのか。あれあれ、もしかしてずっと意味ないとこで戦ってた。こっち、もうおとりあえず拾っておくね。リロード。あー何もないね。トイレからそんな。拾っておくね。あれ普通にマジで道が分かんない。あ、この正面か。え、違う違う、こっから来たんだよ。でここにすく水が落ちてたんだよ。こっちで合ってんのかな。いやこれもしかしてグレネードでぶっ壊す？あ、違う、こっちからぐるっと回ってこういけるのか。なるほど。あい、ちょい。あ、なるほど。これ結構厄介だぞ。バリケードが邪魔してくるし。でも道行くべき方向は分かった。あ、ちなみにすく水って取れたことになってんの？あ、なってない。すく水、すく水取らないと。すく水は絶対に取らないと。待って、武器、そうだよね、今これショットガンだよね。本来のアサルトライフル、まあ、ショットガンもでも悪くはないんだけど、なんか通常のハンドガンの方が使いやすいような気もするんだよな。貫通もあんまり、なんかあんまり意味ないように感じたな。これにしてみるかな。ジルド、ちょっとハンドガンにしてみます。これで、じゃあ前、上条先輩はスナイパーライフルというよりもサブマシンガンとかにしてもらおうかな。
うん。でレイ様は引き続きショットガンで。仲間キャラを変えるの意味あるかな、どうだろう。でもちょっとやってみないとわからない。いやここ難しいな。でも教室の中を入って道進んでいくってのは分かった。おー、あたた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 、当たんねで、この辺にあたたたたたた、スクミズ。しかもハードコアスクミズだよ。何ハードコアなスクミズって何なんだろう。リロード。早いやつがいいんだよ、早いやつが、早いやつが。リロード。待って待って、卵。ああ、卵に。ああ、足元足元、犬犬犬犬。犬じゃないけど犬。進むべき道に行ってみよう。こっちだろう、でこうだろう。どうした、なんかガハって聞こえたけどどうした、上条先輩やられてない、みんなこっちだよ。あーちょっと待って、よしよしよし、みんなこっち、みんなこっち、来てる来てる、私輝いてる、輝いてる後ろで何が繰り広げられて、あ危ない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 、非常食非常食、こいつ、よっしゃい。そうなったら、お、ここも開くのか。すげえ飛び込んでったよ。あーこれまた。よしよしよし。なるほど、今度はこっちの校舎を、教室をぐるっと回っていく感じか。あー痛い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 。ちょっともう これでよし、この速いやつら、ほんと強いやつ強いやつ、これならこっちリロードリロード、ゲッ、ちょっとグレネード、あ、みんなグレネード投げるよ、ごめんみんなごめん、いやもうこれさ、仲間いるときにグレネードどうすりゃいいのよ、グレネードの扱い。なんかある、あ、なんもない、あ、下だ、みんな道が分かったぞ、こっちだ、なんか言ってるまた卵、えちょ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 、ああ、とりあえず拾っておくね、いや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 、あ、レアレアゾンゾンいるじゃん、これむずいね、ここまで、うレアレアゾンゾンに気を取られて死んだ、もうマジかよ、これまた頭から、ちょっとこれほんと大変だな。でも武器はとりあえずこのままでいいかな、今いけてたもんな結構、くっそあ、またスクミズ、ハードコアスクミズ取らないと、ハードコアとは、それじゃあ私はこっちを探すね、お嬢様、お嬢様バグって、お嬢様バグってなかった今、お嬢様大丈夫、今錯乱してましたわよ、
もうこの辺切りないからどんどん行っちゃった方がいい。リロード。いやもうこれ爆破範囲広いな。もうよいしょ、もらうね。ハードコアスクミズゲットからの爆発させて、もうね卵はね敵やるっていうより自分が食らっちゃうから、本当見つけ次第先にアップ。近づいてこう。みんな大丈夫？どうした？何があった？みんな助けて。こっち。リロード。卵卵卵卵卵卵。よし。なんかハーハー言ってる。あ、死にそうだった。エロかったね今。ハーハー言い出したから何があったのと思った。いやもう。よし。リロード。リロード。卵。危ねえ。リロード。これは殲滅にし。ああ。そうか、体力切れか。はあ、はあ。あれ？あ、おパンツ。ちょ。これで下。まったく大変だなこりゃ。とりあえず拾っておくね。はい。リロード。激レアゾンゾン。激レアゾンゾン。この程度ですの。リロード。やばおいしょ。ちょっと待ってね。どうだ。これあいつ、あーこっちから撃った方がいけるか。やべ、マジかよ。うわー、一撃が超でかいのか。そっか、でもこの子体力ないっつってたもんな。もっと回避をガンガン使って。うわ難しくなってきた。そっか、スクールガールゾンビハンター2回とも激レアゾンゾンに聞い取られて。それじゃあ私はこっちを探すね。あれっていうか、あそこに激レアゾンゾンいいじゃん。あそこ正面。おい、なんだよ今のって。あ、なに、なんとかランチャー。もしかしてロケランかな。わからんけど、走れ。道は、どっちに行けばいいかはもうなんとなく分かっているから、拾っておくね。必須品スクミズで、ここに卵あり、卵。まだまだですわ。走るよ。リロード。ほい。いい。大丈夫？みんな。その程度か。みんな大丈夫？ちょっと。回復。およしになって。やばい、これ過酷だわ。これなんで5人で来なかった。よし。卵。ちょ、場所悪い。ちょっともうこの、なんだお前。
いやー、うっとうしい。近づいて。何の苦しき。リロード。やっべえな、このダンジョン。あ、これ中入る必要ないか。うぃ、こっちね。今オートで。うわ、ちょっと待って、これ本当に難しいって。あらちょっと武器変えるか。どうしよう。ショットガンの方がいいのかな、敵吹き飛ばせるから。あ、ロケラン出たそうか、途中で激レアゾンゾンロケラン使おう。あ、かっこいいかほら、ロケランリサリサ最高。よし、使うぜ俺はもうロケラン。あと水着は、水着ってもしかして下着扱い違うか。くそ、水着取ったことになってない。よし、もうロケランだよ。吹き飛ばしていくよあいつら。これは時間かかっちゃってんな。3回目4回目ぐらい。スクールガール、ゾンビハンター。リロード長そうだよなロケランは。試しに一発。おお、どこまで行く。すっごい。あ、リロード長い。マジでこういう感じかってね。そっか、こうなるか。いざという時にしか撃てないな。でも例えばこんな相手に、いや、ちょっと待って、これ当たんねえぞロケラン。リロード、何の苦しき。リロード、リロード。この辺はとにかく卵。あ、ロケランってこれ近くだったら自分も食らっちゃうの。ちょっとこれは思ってた以上に厄介だな。よいしょ。ロケラン撃つよ、ロケラン。いや、今この密室ではダメか。あ、てかリロード、リロード、リロード。気持ちいいわ、気持ちいいね。ちょっとこいつ撃った、撃ってしまい。おお、ね、いいね。とりあえず拾っておくね。そしたら、あ、待って、体力やばいじゃん。どうま、たまに足元に来てると気づかない時があるな。いや、アップね。ロケランダメロケランちょっとこれはさすがにいかんな。だからある意味無限に撃てるグレネードみたいなもんだけど、さすがにねダメだな。アサルトライフル、ショットガンにしよう。ショットガン、うん、貫通弾。いや、それよりも命中とエイムがしっかりついてる方がいいな。俺外すから、これでいきます。次こそは、はい、これは大変なことになってしまった。スクールガールゾンビハンター、よし。それじゃあ私はこっちを探すね。いいね。で、リロード。で、ここスクミズ、俺はハードコアスクミズが来たいんだ。
なんだよなんだよ、ちょ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 、ていうか今の部屋何？あ、校長室？なんかありそう。なんもないんかい。ん？絶対なんかここから見えるで激レアゾンゾンとかないか。ないな。あー、であそこに、誰の挑戦でも受けて立つぞ。なんかかっこいいこと言ってる。よいしょ。かっこいいこと言ってるけど今はひたすら進む。ここに卵があった気がするぞ。ないっけ。みんな、リロード。アイテム拾えるっていう意味では、あ、服が破け、あ、非常食、よしよしよし、非常食ありがたい。ちょっと敵を倒すってのはありだよな。アイテム落としてくれるから、今みたいに回復アイテムくれるんだったら本当倒した方が。ちょちょちょ、ほっ、よし。でこっち卵、あ、待って、上にいた。あ、普通にゾンビがいいのか。普通のゾンゾンだった、激レアかと思った。違うわ。大丈夫。アイテムはないか。これ無限湧きだよね、もう。よし、リロード。あのでかいの倒したいけど、当たってる、これ当たってない。そういえばここから激レアゾンゾン狙えないかな。ちょうどこの下あたりに、あー、いいの分からんな。待って、なんか落ちてる。グレネードか。あ、 AED。 あれ、激レアゾンゾンじゃん。カラス、おお、あれあれ、こんなとこにいたっけ。あ、待て待て待て、違う違う、卵卵卵卵。ちょちょちょ、なんか変なとこ変なとこ行く。カーソルが変なとこ行くて。よし、もらってもいいのかな。ちょ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 、あ、上にいるからエイムアシストで変な方向向いちゃうんだ。うわっ、ちゃー、ぶね。卵卵、みんな卵、みんな卵。ごめんってごめん。ちょっとレイ様の HP やばくねえか。レイ様、待って待って、レイ様が死んでる。レイ様に AED。 ちょちょちょ、レイ様、ちょちょちょ、レイ様、レイ様の死体、あれ、レイ様の死体どこ行った。あれ、いや、あったあったあった、おパンツ丸見えて死んでるわ。待ってね、今助けるよ。よし、おペッタ、おペッタ、おペッタ、いてててて、自分が危ない。これでよしてもいいわ。グレネードか。行こう行こう行こう、もう切りない切りない。もう近づいて離れる。あれ、あ、よしよし、リロード、リロード。違う違う違う、そっちじゃないんだよ、そっちじゃないんだよ。近づいて離れる、離れ離れ離れ、邪魔邪魔、違う、今みんなが邪魔だった。みんなが邪魔で逃げられなかった。え、これ沼じゃん、ここ。おいここえぐいぞ、マジで。マジか。いや、でもまあ
武器は変えなくてもいいような気がするんだよな。やっば。それじゃあ私はこっちを探すね。急に難易度上がってきたな。おい、よいしょ、えい、あ、いいね、こっちも撃ったね。で、こう撃ってもいいのかな。よいしょ、静か。途中でレイ様が死んだのはあれ卵にやられてたかな。やっぱり諦めない、必ず勝つ。行こう行こう、進もう進もう進もう。危ないよ、みんな卵危ないよ。でリロード。よし、非常食す、ありがたい。くそ、変な方向行くな、もう。ちょっと、みんな、みんな、卵。卵、卵を打たして、エイムアシストが、ちょっと、あ、もうこういう時、卵にね、カーソル合わせてくんないんすよ、これ、エイムアシストで、多分じっと、あ、危ねえ、危ねえ。終わった、走ろう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 。レイ様犠牲になった。大丈夫。ここも何もない。あ、でも新エリア来てるな。こんなに進んだことはなかった気がする。あ、撃ちてえな、激レアゾンゾン。いや、これ多分下に行くな、下に行くんなら これでよしこっちでしょ。あれ違うのか、下に行くんなら下から撃ったらいいよなと思ったけど、そういうことじゃない。あれ、また行くべき方向が分かんなくなっちゃった。こっちじゃないもんな。うわー、もうこれぐるっと回ってきているだけだから。おい、もしかしてここ壊せる。いや違うか。あ、っていうか上か、そうか、ここの上に行くのか。リロード。ここからゾンゾン。にゃん、ちょっとあれ狙えねえな。うん、ちょ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 、リロード。よいしょ、消えて。こういう場所だとエイムアシストがすごい輝くんだけど、ほらほらほら、急にでも上行ったりすんだよな。上にいるからなぜかゾンビが。てか最終目的地が上なのかな。いいのかな、こっちでいいんかい。ここ卵危ないよ。あれ戻ってきてない、俺。いやいや、上に来て、あ、あれ、あ、あれ、あれ、ちょっと待って、いや、あの戻ってるよ、これ絶対戻ってるよ、戻ってる戻ってる。これもらうね。え、こっちじゃないの。これで下に、このあの反対側になんか壁に卵があるぐらいだから反対側行けそうなんだよな。くそ、
邪魔だな。なんとかエイムアシスト切れない。くそ、ダメだ、打ってくんね、打ってくんね、ダメだ、打ってくんね。うお、ぶね。こっち、あーこっちっぽいな。よいしょ、リロード、チュチュチュ、エイムアシスト切りたい。もらってもいいのかな。もらっていいよ。で、壁、壁卵、これなきゃ。壁の卵、よいしょ。お前らなんだよこれ。あ、またまた、卵卵卵、至高の瞬間ですわ。離れ離れ、よっしゃ。なんでここにも卵、これもらうね。あれ、ぐるっと戻って、いやいやいや、ここの下に行ける。リロード、こっち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 、うわちょっと、うわっ、よけた、うわっ、ほい、あ、終わりなんだ。あ、これで終わりなんだ。へえ、なんか謎。もう途中の激レアゾンゾン無理だな、あれ。ちょっとチャレンジはしたいけど。これだけゾンビが詰まっていたということは、メモの命令は本当かもしれない。服すごいことになっちゃった。すな、30分ぐらいやってたかな。時間かかった。外へ繋がる通路というのは一体どこなんだ。やっぱりガセなんじゃありませんこと。ああ、がっかり、うん、久保田、何か思い当たる場所があるのか。開かずの間。え、そんなのあるの。開かずの間なんですのそれ。いえ、ただの物置らしいんですけど、1号館の1階で調べてないのはそこぐらいしか。わかった、ここまで来たんだ、行ってみよう。ここか。本当にただの物置じゃありませんの。やっぱり外れ。あ、見てください、ここ。何それ。床板が浮いてる。怪しい。これか。よし、入ってみよう。あのどうした。すごく嫌な感じがするんです。やっぱり入らない方が。ほう、ここまで来て何を言ってますの。バカバカしい。久保田、怖いなら拠点に戻ってもいいぞ。は、いえ、いいえ、私行きます。行かなきゃいけないんです。なるほど。一発な激レアゾンゾン打てなかったのが悔しいんだけど。服の替え、あ、やったー。ハードコアスクール水着コン。何それ。何なの、ハードコアスクール水着って。ちょっとすんげー気になる。あ、出た、ハードコアスクール水着。いや、ハードコアとは。あ、でもいい、いいよ、下着姿で歩いてるより。これもしかしてスクミズを脱いだら下着になるのかな。それを確認するためにも、ちょっともう一回今のステージやっていいですか。ちょっとエイムアシストなしにして、貫通、攻撃力特化、ちょっと激レアゾンゾンだけ打ちに行きたい。で、そこまでやろう今回、時間的にも。貫通弾、貫通弾、うん、そうね、これならいけるかな。
あ、ちょっとみんなこの3人組みんなハードコアスクール水着だ。よし改めてうちに行くぞ。でも他にもまだいっぱいいるんだよなキャラが。あ、そうか、リサちゃんじゃなくて、あ、そうか、リサちゃんじゃなくてもいいんだ。そうか、だとするとマヤヤとかにしてみるかな。そうしよう、マヤヤにして、多分ついてくるのはゾンビハンター、エナミちゃんとレイ様だと思うから、ストーリー的にはわけわかんなくなっちゃうんだけど、あ、しまった、マヤヤすぐ水にしてちょっとごめん間違えちったよ。スクミスにすんのを忘れたという。まだまだ行くよ。でもマヤヤのこのなんだっけ、特殊なあれが分かるやつ、あっぶねーよ。あ、代わりにスクミスの代わりに、マヤヤの、あ、やっぱ下にいるっぽいんだよな。私輝いてる下か。下、なんかこの辺の窓割って、あ、じゃあもうまだまだ行くよ。いそうだな、40m。あー、いた、激レア。あ、マヤヤの髪型ちゃなるほどね、なるほどね、ですわ。ほんと、いや、でも髪型変えちゃうとね、キャラクター自体がすんげー変わっちゃうっていう。見えちゃうやべ、今2回使っちゃった。あ、でもこうやって動かしてわかるのは、やっぱ機動力の良さはリサちゃんの方が全然高い。動きやすいなってのは感じるね。マヤヤの後ろに立たないでね。立たないでね。で、あとあの2階途中から狙うやつ。あ、待てよ、ここから行ける？いや。あっと、危ね。まだまだ行くよ。おーいや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 。大丈夫か。まだだ、まだまだ行くよ。おい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 、いいね。下、あっと、まだまだ行くよ。狙いやすい。私輝いてる。ダメだ、エイムアシスト本当場所を考えないと。で、ここだよね。あ、いた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 。いや、ここ、これさ、どこから、あー、ここかな、この隙間から。よっしゃーよっしゃ、これ達成感ある。あと下にいるんだよな。あ、しか、あ、いた。え、でもさ、あそこはまだまだ行くよ。あー、なるほど、進行方向の上だ。なるほど。ってことは、ってことは、あれ、どっち行けばいいんだっけ。ちょみんな、みんな、セーフ、セーフなのか。ちょ、ここの上に行く。まだまだ行くよ。で、こっち、あれ、ああ、中か。それそれ、突撃。回復アイテムないかな。ちょっとさすがに今回復ゼロは不安だぞ。リロード出ねえかな。まだまだ行くよ。こっち、あ、うん、
ていいんだっけ。よし、あ、こうか。まだまだ、あ、いや、違う、うわ、ぶね。あ、非常食、ナイス、非常食ありがとう。卵、卵、見えちゃう。でこっちだろう。ああ違う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 、うわ、みんな早く来て、みんな来てないうちにグレネードぶっ放すとかはありだよな。仲間がいると巻き添え、うわ、ぶねえ。100点満点。まだまだいけ。あ、でこの上だ。この あれ、あ、いや、でもいた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 。ちょ。助けて助けて。ナイス。ここね。オッケー、マヤヤの下着。オッケー、激レアゾンゾンすべてゲット。あとはじゃあもう普通に普通にクリア。待って、非常食。どっちだっけ。こっちじゃない。あれあれあれ、どっちだっけ。あれ、これ戻ってきてる。あれ、あ、あれあれ、ここ道ほんとわかんねえな。まだまだ行くよ。輝いてるのはいいんだが、さっきとどう言ったっけ。あ、非常食だ。結構みんなが倒してくれたところに落ちてる。ありがたい。あ、もう、あ、体力切れ。まだまだ行くよ。あれ、こっちじゃない。ん？あと3分。あ、マジで。ちょい。っていうかみんな来てなくない？あれ、みんな。みんな、ちょっと。あれ？さっき行けたのにもう道がわからん。よいしょ。これでよし。上から来たんだよね。でもこれ最悪時間オーバーで終わっちゃってもあれなんだよね、クリアしたことにはなるんだよね。いや、これ戻ってんだよな結局。あれ、道わけわからん。諦めない、諦めない。あと2分。あと2分。まだまだ行くよ。ここが通れないんだよな。まだまだ行くよ。これちょっともう無理な気がするな。道が本当にわからない。え？上条さん。レイ様、わかんないわかんねえ。俺さっきどうやって行ったの？ちょっとえなみちゃんの死体は屍は越えていく。同じとこうろうろしてるだけなんだよなこれ。
危ねえ。回復？あ、回復した方がいいわ。本当だ。あと30秒だよ。つってもホームラン。バリケードが。あ、もしかして卵を打ってバリケードを壊…あ、いや違う、ここだ。あ、ここだ。ちょっと待って、分かった、やっと分かった、分かったけど、もう…ここね、こうね。分かった分かった。10秒でたどり着けるか。あと一応階段降りるだけではあるけど。ぐえやっと分かったんだけどな。でも激レアゾンゾンは一応一応全部撃ったことにはなってるかな。あー、撃ったことにはなってる。あー、なんか今の悔しいな。今の悔しいからちょっとゴールするだけゴールし、いやもういいかやることやったわ。うん、激レアゾンゾン。ちょっとじゃあ今回非常に長くなってしまったんで、続きは次回ってことで、みんな服を戻しておくよ。うん、謎の地下施設、これまただって長そうだもんねすげえ大変になってきたよ。難易度上がってきた。今回は 2-4 まで進んだっていうことで、着用時間、あ、待って、着用時間30分。これなんかなんかないの、なんかないの。30分、あ、30分でカンストだ。あ、おい、30分だよ。これどうなんの。30分経ったよ。だいぶ染みつきましたよ、これは。なんか、え、何があんの、なんか汚れてる。いや、なんだろう。30分、30分経った。え、いや、着用時間では何すればいいの。もしかして全員30分にするとか。だとしたらマヤやリサ、あ、そっか、2人だけか、まだはクリアしてる。30分、何があるんだろう。もしかして何もない着用時間伸ばしても何もないのかなそういうこと。そうなの、何もないのこれ。30分つけた下着、何もない。ビュアー、なんか変化はないか。これは白だから分かりやすいでしょ、リサちゃん特に。なんかないないかな。もうやってることが変態行為なんだよこんなん動画で女の子の下着に染みついてねえかなって汚れ探す変態おじさんになっちゃってるからね。これは困ったなあ。リサちゃんのあれだ、すくみずにも、すくみずは楽しませていただきました。はい、なんだろうね。でもまあこのままでいくわ。もっともっと伸ばしていこう、着用時間を。やっぱその着用時間っていうのがあるよっていうロマンかな、そういうロマンだけがあるのかな謎ですまだ分かりません。じゃあちょっと今回ここまでにしておきましょう。だいぶまた長いことになってしまいまして、最後だいぶこうグダグダとプレイしてしまいましたが、もうね本当あの前回前々回そうか初回からずっとそうなんだけど、もう永遠にやっちゃう楽しさがあるからね、なんか妙に長くなっちゃうな。次回はとりあえずこのミッション2をクリアしたいな。ミッション1と同じステージ数だったら、ミッション1が 1-7 までだったんで、あと 5-6-7 3ステージクリアすれば、うん、またサブミッション解放されるのかな、ちょっと分かんないけど、うん、そういう感じですね。いやー、でも難易度が上がってきてやりがいも増え、そして下着の着用時間も増え、30分、全員カンスト目指しましょう。全員でくっさくなっていこう。いやでもその匂いが、それが
そのもう 何言っても変態おじさんだこれ。でもダメだもん。何やってもね、もう自爆する未来しか見えないね。卵打っていこう。以上、ご視聴ありがとうございました。